出てくんじゃありませんよ。日が差してるのに雨が降る。こんな日にはきっと狐の嫁入りがあるのよ。狐はね、それを見られるのをとても嫌がるの。見たりすると怖いことになりますよ。Thank you.
お前は見たね。見てはいけないものを見た。そんな子はうちには入れられません。さっき狐が来て怒っていたよ。そしてこれを置いていった。腹を切って謝れと言うんでしょう。さあ、早く狐のところ行って謝っておいで。それを返して、両手をついて一生懸命謝るのよ。並大抵のことでは許してはくれない。本当に死ぬ気になって謝らなければダメよ。さあ、早くお行き。狐が許してくれない限り、お前をこの家に入れるわけにはいかない。でも、狐の家はどこだかわからない。わかりますよ。こんな天気の日には、きっと虹が出る。狐の家は、その虹の下よ。姉さん、あ、ありがとう。はい。6人じゃなかったの？え？さっき6人いたよ。だからお団子を6つ持ってきたんだ。あんたの間違いよ。いいからこれはあんたが食べなさい。僕はもう食べたよ。おかしいな。姉さん、ん？さっきは確かに6人いたのに、誰か帰った？誰も。
姉さん、本当にもう一人いたんだ。変なこと言わないでよ。いいからあんた向こう行ってなさい。やっぱりいるよ。誰が？知らない子だけど。誰もいないじゃない。いたんだよあそこに。あんたまた熱出したのね。熱なんかないよ。それよりあの子誰？大丈夫？子供、お前に言いたいことがある。よくお聞き。私たちはもうお前の家は行かない。なぜ？お前の家はこの桃畑の桃の木をみんな切ってしまった。ひな祭りは桃の節句というだろう。ひな祭りは桃の木のお祭りよ。ひな人形は桃の木の化身だ。桃の木のせい、その花の命よ。その桃の木を切り倒して何がひな祭りだ。切り倒された桃の木はみんな泣いています。今更泣いても仕方がない。この子を責めるのはよしましょう。この子は私たちが切られるとき泣いてくれた。切ってはダメだと泣いてくれたのよ。桃が食べられなくなるから泣いたんだ。違うよ。桃なら八百屋で買える。でも花の咲いた桃畑はどこで買うの？僕はここが好きだから。花の咲いたこの桃畑が好きだから。それが切られてもう見られなくなるのが悲しくて泣いたんだ。よし、わかった。この子はいい子だ。この子にもう一度この桃畑の花盛りを見せてやろう。
暗くなってきた。また夜か。バカ言うな。出発してからまだいくらも経っちゃいない。出発したのは遅かったんだ。寝過ごしたんだ。そんなはずはない。まだ11時だ。時計が壊れてるんだろう。違う、針は動いてる。暗いのは雪のせいだ。また吹雪になるぞ。さあ急ごう。ルートは大丈夫か。大丈夫だ。もう少しでこのルンジャを抜ける。アタックキャンプまでもう少しだ。おい、それは引き上げた。もうたくさんだ。おい、立て。さあ立って歩くんだ。それでも山男がこんな吹雪に負けて恥ずかしくないのか。吹雪になってもう3日だ。この吹雪はもうやまない。我がを言うな。やむか。この吹雪は俺たちが死ぬのを待ってるんだ。よし、少し休もう。誰か来る。本当だ。誰か来る。
誰も来ない。結核だ。おい眠るな。眠ったら死ぬぞ。おい起きろ。起きるんだ。起きろ。眠ったら死ぬぞ。雪は暖かい。氷は熱い。
野口言っとけ。はい、中大将殿。お前は中大将殿、自分は本当に戦死したのでありますか。自分が本当に戦死したとは思いません。巨体になって家へ帰ってお袋にボタン持ちを作ってもらって食べました。それを自分もはっきり覚えております。それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、解放していた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。あまり生々しい話だから私はよく覚えている。しかしそれから5分ほどしてお前は本当に死んだんだ。わかりました。しかし親父やおふくろはまだ自分が死んだと思っておりません。
れが自分の家であります。親父やおふくろはあの家でまだ自分の帰りを待っております。しかし、お前が死んだのは事実なんだ。かわいそうだが、はっきり言う。私の腕の中で、お前は死んだ。野口、聞いてくれ。お前たちの気持ちはよくわかる。しかし
第三小隊は全滅した。お前たちは全員戦死したのだ。すまん。生き残ったわしはお前たちに合わす顔もない。お前たちを全滅させたのはこのわしの責任だ。わしは全ての責任を戦争の不条理と軍律の非人間性に転嫁して自分の無抵抗と過ちを認める卑怯者ではない。しかし生きながらえて捕虜となったわしはその抑留生活で死ぬ苦しみを味わった。そして今またお前たちを見て同じ苦しみをなめている。いや、お前たちは自分たちの苦しみに比べてそんな苦しみは何だと言うだろう。しかし正直に言う、わしはお前たちと一緒に死にたかった。このわしの気持ちを信じてくれ。お前たちの無念な気持ちはよくわかる。戦士とはいえ稲積みだ。しかしそのようにこの世をさまよって何になる。頼む、帰れ。帰って静かに眠ってくれ。第三小隊、回れ！逃げ！前へ！進め！
Bonjour. Savez-vous où habite Monsieur Van Gogh? Si c'est lui que vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas. Merci. Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Why aren't you painting? To me, this scene is beyond belief.
scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside. Then what do? I work, I slave, I drive myself like a locomotive. Out. So little time left for me to paint. Are you all right? You appear to be injured. This? Yeah. Yesterday I was trying to complete a self-portrait. I just couldn't get the ear right, so I cut it off and threw it away. The sun. It compels me to paint. I can't stand here wasting my time talking to you. Thank you.
何があったんですか。噴火したのか、富士山が。大変だ。もっと大変だよ。あんた知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。あの発電所の原子炉は6つある。それはみんな、次から次へと爆発を起こしてるんだ。これまでだよ。でもどうしたんだろう。あの大勢の人たちはどこへ行ったんだ。みんなどこへ逃げたんだ。みんなこの海の底さ。あれはイルカだよ。イルカも逃げてるのさ。イルカはいいね。泳げるからね。どっちみち同じことさ。放射能に追いつかれるのは時間の問題だよ。来たよ。あの赤いのはプルトニウム239。あれを吸い込むと2000万分の1グラムでもガンになる。黄色いのはストロンチウム90。あれが体の中に入ると骨髄にたまり白血病になる。紫色のはセシウム137。生殖腺に集まり遺伝子が突然変異を起こす。つまりどんな子供が生まれるか分からない。
し、まったく人間はアホだ。放射能は目に見えないから危険だと言って放射性物質の着色技術を開発したってどうにもならない。知らずに殺されるか、知ってて殺されるか、それだけだ。死神に名刺もらったってどうしようもない。じゃあお先に。君、マスター前、放射能で即死することはないって言うじゃないか。なんとか。なんともならないよ。ぐじぐじ殺されるより一思いに死ぬ方がいいよ。そりゃ大人は十分生きたんだから死んだっていいよ。でも子供たちはまだいくらも生きちゃいないんだよ。放射能に侵されて死ぬのを待ってるなんて生きてることにはならないよ。でもね、原発は安全だ。危険なのは操作のミスで、原発そのものに危険はない。絶対ミスは犯さないから。問題はないって抜かした奴ら許せない。あいつらみんな縛り首にしなくちゃ。死んじゃって死にきれないよ。大丈夫、それは放射能がちゃんとやってくれますよ。すいません、僕もその縛り首の仲間の一人でした。
人間だな。どうしたんです？君は鬼か？そうかもしれない。だがこれでも昔は人間だったんだ。まったくバカな話だ。昔はこの辺り一面の花畑だった。それを水爆やミサイルがこんな砂漠にしちまった。ところが最近その死の灰の積もった地面から不思議な花が咲き始めた。みんなタンポポだよ。タンポポ。タンポポの化け物だ。バラだが花の真ん中から茎が出てその先にまたつぼみをつけている。この辺にばらまかれた放射能がこのお花畑の花をみんな片輪にしちまったんだ。花ばかりじゃない。人間だってこのざまだ。バカな人間が地球を猛毒物質の吐き溜めにしちまったんだ。今この地球にまともな自然はどこにもない。鳥や獣。
ところで食べ物はどうしてるんです？食べ物なんかあるわけないよ。俺たちは共食いをして生きてるんだ。弱いやつから食われるのさ。そろそろ俺の番だ。鬼にも階級があるんだよ。俺みたいな一本角の鬼は二本角や三本角の鬼の食い物になるしかない。人間だった時権力を握って悪がしこくずうずうしくのさばってたやつが鬼になってものさばってるんだよ。のさばるだけのさばるがいいや。え？二本も三本も角を生やしてゾッとするようなざまで生きていくのは地獄の責め苦だ。死ぬより辛い。でも奴らは死にたくても死ねない。鬼の因果はね、死ねないことだ。自分の罪に責めさえなまれて永劫に生きていかなきゃならないのさ。俺はもうすぐ食われちまうからいいがね。いや、食われるのは嫌だよ。だからこうやって逃げ回ってるんだ。しかし一人でひもじい腹抱えてるとつくづく自分が嫌になる。俺は人間だった時酪農をやってたんだが、値が下がったからといってタンクローリーの牛乳を何台も川へ捨てたり、玉ねぎやじゃがいもやキャベツをブルドーザーで踏み潰したバカなことをした。聞こえるかい？夕方になるとなうての鬼どもが鳴くんだよ。生えた角がガンの腫れ物のように痛むんだ。早く死んでしまいたいと思うほど痛むんだ。だけど死にたくたって死ねないから泣くより仕方がない。見せてやろう、鬼が泣いてるところ。
変だ。俺の角も痛くなってきた。お前は帰れ。帰れってどこに帰ればいいんだ。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。この村は何という村ですか？名前なんかないよ。わしらはただ村と呼んでいる。よその連中は水車村と言ってるがね。この村の人はみんなここに住んでるんですか？いや、住んでる村は別にある。ここには電気は引いてないんですか？あんなものはいらない。人間は便利なものに弱い。便利なものほどいいものだと思って本当にいいものを捨ててしまう。明かりはどうするんです？ろうそくもあれば種油もある。夜は暗くないですか？
暗いのが夜だ。夜まで昼のように明るくては困る。星も見えないような明るい夜なんて嫌だね。田んぼがあるようですが、耕運機や収穫に使うトラクターもないようですね。そんなものはいらん。牛もおるし、馬もおる。燃料には何を使ってるんです？主に焚き木を使う。生きている木を切るのはかわいそうだが、結構枯れる木もあるから、主にそれを焚き木にして使っている。それに木を炭にして使うと、何本かの木が大きな掘りほどの働きをする。そうだ。牛の糞もいい燃料になる。私たちはできるだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思ってるんだ。近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然は手の人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回す。俺たちはもっといいものができると思っている。特に学者には頭はいいのかもしれないが、自然の深い心がさっぱりわからないものが多いのに困る。その連中は人間を不幸せにするようなものを一生懸命発明して得意になった。また困ったことに、大多数の人間たちはそのバカな発明を奇跡のように思ってありがたがり、その前に抜かせて。そしてそのために自然が失われ、自分たちも滅んでいくことに気がつかない。まず人間に一番大切なのは、いい空気やきれいな水、それを作り出す木や草なのに、それは汚され放題、失われ放題。汚された空気や水は人間の心まで汚してしまう。今ここへ来る途中で、子供たちが橋のたもとの石の上にみんな花を置いていくのを見たんですが、あれはどういう？あれかね、死んだ親父に聞いた話なんだが、何でも昔あそこで病んだ旅の人が息を引き取って倒れたからだ。かわいそうに思って村の者たちがそこへ埋めて、墓の代わりに石を置き、花を備えてやったらしい。その習慣が今になっても残っているんだ。子供に限らず、この村の者はあの石のところを通るとき、訳も知らずに花を乗せてゆく。
今日はお祭りがあるんですか？え？いや、あれは葬式だよ。あんた変な顔をするが、本来葬式はめでたいもんだよ。よく生きて、よく働いて、ご苦労さんと言われて死ぬのはめでたい。この村には寺もないし、坊主もいないから、ああやって丘の上の墓場まで死んだ人も、村中のものが起きていくんだ。もっとも子供や若い者が死ぬのはいかん。めでたいとは言いにくいからな。しかし幸いこの村の者は自然な暮らしをしているせいか、大体年の順に死んでいく。あの葬式のばあさんも99歳の大往生でな。ところでわしも葬式に出なならんので、死刑する。実はあの死んだばあさんはわしの初恋の人でな。わしに失恋させて他のやつのところに嫁に行っちまったんだがに、ね。ところで、あなたはおいくつです？確かに、100と3つさ。もう人間をやめてもいい年だが、あんた、生きるのは苦しいとかなんとか言うけれど、それは人間の気取りでね。正直、生きてるのはいいもんだよ。とても面白い。
Thank you.